はいどうもこんにちは、メイです。今回は、川島英二だけでイラクと戦ったら勝てるのかなっていう、またこの企画をやっていきたいと思います。今まではね、ミッドフィールダーだったり、ディフェンダーだったりとね、やってきたんですけど、ここで初のゴールキーパーですね。どんなことをね、やってくれるのか楽しみでしょうがないです。で、フォーメーションはフリートップでやっていきたいと思います。これだね。ではやっていきます。川島英二軍団対イラン。このゲームはアリアンツアレナで行われます。さあ勝てるのか。革新的な外観を持つこのスタジアムはスタンドからの皆さんの提供があり、世界中からこのサンダーを訪れています。やばい、これはむずい、これはむずいぞ。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。おお、ハイショット見せてくれるやん、見せてくれるやん。ロングボールを縦に送る。いや超オフェ、ここで収まる。いやマジで超オフェ。スルーパスを狙う。いい展開ですね。シュート。あ、オフサイですかね。オフサイ、オフサイね。あ、そう。ゴールキーパーだけは大丈夫。お、激しいボールの奪い合いです。取ってる。裏へのスルーパス。入った。ガラスのエイジだ。入れた。今のはキーパーの跳ね返りを見事に。ガラスな。ポジショニングセンスで光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。強力ですね。取られて、そう、相手のミスでね、なんとか得点を決めた。もうこれ以来ないんじゃないかな。ラッキーな得点だったけど。もう1点取ることによって試合の進め方、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。よっ、危ない。前線にボールを送ります。カウンターを仕掛けます。川島、川島スペースにボールなんですけどね。縦にボールを送る。縦へのボール。あ、ダメ、さすがに。仕掛けるか。おっ、まあでもゴールキーパーだけは本職だから。いや、今のは決めないでもおかしくないですよね。大セーブですね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは裏に抜け出してね、腕でね、持ってますからね。あの時があるから、ね、そのように頭に入れといた方がいいですよね。正式なゴールを狙うとしたら、キーパー前へ蹴り出します。平行法の形でね、ゴール入れるんだとしたらここだと思う。さあ繋がるか。チェックを受けながらのドリブル。中人数揃っている。オッケー、オッケー、取れないですね。さあカウンターのチャンスになります。ここで前を向けるか。スペースを狙った。さあ抜けた。素晴らしいパス。入った。入っちゃった。うわ、飛び出す間もなく終わった。うわ、前半終了です。非常に動きのあるファーストハーフでした。マジか。見応えのある大ゲームです。頑張ろう。前半を今のところ同点という状況です。非常に両チームの良さが出ていた前半ですよね。プレースタイルの違いも見てて面白かったですし、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。パスもダメだ。日本対イラク、前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。後半ゲームはスタートしています。どうしたらそれなりにゲームに動きが抜け出すんだろう、こいつら。大きく縦へ。これで勝ったらでもすごいんだけどな。縦へのボール。あ、いない。ただすごいでかい縦パスを狙っていったんで、もう一つ前に行きたい。どうぞ。うわ、落ちた。ドロップキーブだ。
と過ごすんですよね。素晴らしい反応ですね。日本なんとか今のシーンしのぎましたね。やっぱ川島エイジだけ今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよ ね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。いる少し時間を置きます。スペースを狙う、これは繋がりません。ここは一旦バックパス。敵のなんか延長線上にいない方がね繋がるんだな。あ、ポジショニングなんだけど、ちょっと長いボール縦へ、トリプルキングだ、奪いに行った。さあ、左へ預けて、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。理由としてはおそらく前線から起点となる動きを、ダメだ、取られる、頑張っても取られる。よく絡んできますからね、投手の切り替えも早いですよ。スペースを狙う、ここで受けてスルーパス、ボールを受けて、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。おお、ナイスだ川島、チャンスでしたけどもね。いや、チャンスだったよ、すごくチャンスだったとこでしょうね。まあ、オートプレスやって変わるかなっていう状況だけど、いい攻撃でしたけどね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。チャレンジしたところはファウルがありません。イラクドリブルが下だからな、あ、いや、そうだよな、いや、そうだよ、ゴールキーパーでそんなね、あれもできる人いないよね、あの攻撃系も。さあ右へ預けて、右に預けてってもうパスがまず通じないからさ、時間かけずに攻めたいですよね。やべえ、しかしここで後半終了、続いて延長戦となります。やべえ、さあ後半が終了しました。お互いの持ち味の出たいい試合内容でしたよね。あとも素晴らしいプレーを期待したいですね。延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか、なんでそっちに食ったお前。さあ、ご覧のようにゲームはすでに再開しています。かなり体力も消耗していることでしょう。川島右サイドへ振って、もうザコイ、パスがザコイ、プレスからボールがこぼれる。スタート。スタート。うわ。イラクディフェンス対応に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。攻めるところで決めないと。ここは決めておきたかったところですよね。チャンスは少ないからな。どう頑張っても。ここは通しません。川島。行きますよ。まだ行きますよ。ブリブリブリ。抜けないんだから。ブリブリで。頑張っても受けるんだから。ああ、そしてここで笛です。延長の前半が終了しています。よっ、あっという間の15分、得点は動きませんでした。いやー、でもでもよ、ドリンクーパーだけで1対1ってさ、ドラマがあるのでしょうか。最後の15分へと続きます。頑張った方じゃね、という間にゲームは再開しています。今日は全く目の離せない試合を見せてくれています。それではお伝えしてまいりましょう。カウンターを仕掛けます。これは合いません。もういい、北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですが、いかがですか。そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね。この終盤で踏ん張った方にまだチャンスが来そうですけどね。いや、もう PK にかけるしかない。こうなったら得点が絶対に入らないから。大きく縦へのアーチ、ふわっと裏を狙う、大事に行きたいですね、ここ。おっ、よっしゃ、行けば、ここで笛、走者は PK によって決定されることになります。ここまでの試合を振り返ってください。さあ、ピッチャーは行ったら11番全部勝つな。よく戦ったと思います。まあ最終的に PK 戦となりましたけど、勝負は勝負ですから、
お互い納得のいく形で決着をつけてほしいですね。 PK が見えてまいりました。本日の試合延長前後半まで戦いましたが決着はつきませんでした。しかし勝者を決めるのがきっちりと、ファーストゴール、1本目から取られてしまいましたね。いいね。さあどうする。コースは逆、ついてきましたね。これで両者1ポイントずつ。日本2人目です。さあどこを狙うのか。お願い。あ、お、入った。何だったんだろう、あれ。ラッキーが2番目のキッカーです。さあどこへ蹴る。どっちどっち。あ、これはライトのキーパーツアーですよね。日本3人目です。どうだ、左でキーパーの逆をつきました。意外といいシュートいけるんだ、ね、ですね。キーパーを見て3番目のキッカーです。どうだ、よ、逆、キーパー読みが外れました。今のところ3対3、非常に緊迫した状態です。はい、これでお互いもう外せなくなりましたね。さあどこへ蹴る。ああ、おっとキーパーは止めました。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。ああそうだな。さあどこを狙うのか。よし、キーパーは逆をつかれます。うま、まじうまい、うまく逆をつきましたよね。キッカーがボールを置きます。イラク止めれば勝利。さあどうだ、よし、まだゲームは終わりません。これはアウトのキーパー強いですよね。ここだね。川島持ち答えられるのか、ここ英決めるか。おこれは辛い、決着がつかない。サドンデスです。左、どうだ、ダメだ、止められた。完全に読んでた感じでしょうね。ダメだ、後ろからね、味方を見てるんで緊張しますよね。決めるか、お、土壇まで止めた。今のプレーどうご覧になりますか。そうですね、この意味もあったのかもしれませんね。突然のシーサドンです。コースは、いや読まれてんな。キーパーを防ぎました。今の読まれてる。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。さあどうだ、おお外したか。力が入りすぎましたよね。ここは落ち着きが必要ですよね。そうですね、真ん中だぜ、こうなったら真ん中だぜ。おっ決めた、いい切りますけどね。決めた。そうなるとね、一つ一つ本当にね、呼吸ができますよね。ここだ。いや追い込まれましたね。決めるか。ああ沈みますよね、非常にキーパーの逆取りましたね。外せば終わりのサドンです。さあ、どこへ行く。やべ外した。お入った、キーパー右側。いやー色々強いとはいえね、ついてましたね。イラク望みをつなげられるか。決めるか。ああいやーよく決めましたね。サゲシですね。やばい、突然の死サドンです。真ん中だ、真ん中だ。さあどこを狙うのか。よしよしよし、ね、すごい、はい、来てる。キッカーとしてはね、緊張感が増しますよね。さあどうだ、決められた。サドンです続きます。長いよ、おっとうまい。サドンデスです。どうだ、お願い。これはキーパーに読まれました。やばい、今のはいかがでしょう。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。決めるか。お、これはつらい。右を狙っていきました。狙いすぎでしょうかね。やべ、来てる。生きるか死ぬかの戦いが続く PK 戦。外しちゃった。コースは、あれ入った。これはアウトのキーパー入った。あれめっちゃ外したと思ったんだよ俺は。イラクもう後がありません。決めるか。よし、ここでサドンデスの戦いに決着がつきました。
めっちゃ長い PK、ね、必殺な日本 PK 戦まで、いや激アツだったな。ししたはい、なんとかね。さあ北澤さん、 PK 最後は PK 戦での決着となったわけですが、いかがですか。はい、 PK で勝ち、7で勝ちました。いや、これは緊張した。本当に緊張した。そうですね。でも、勝ちは勝ちなんでね。よかった。延長でも信用まだキーパーで勝てるとはね、まあ、PK まで行くかなって思ってましたけど、やっぱり行って、勝ったことがね、勝ちのある勝負かなと思います。なんでね、次もね、こんな熱い試合をね、できるようにね、頑張っていくんで、北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネルね、登録と、ハグ登壇、よろしくお願いします。